はい、そういうわけで毎週金曜日ゴールデン曜日の夜ゴールデンタイム午後8時からは、アニマアニキのクールジャパン沖縄 FM 沖縄からお届けしております。そういうわけでね、今週もまた本当はねもうなんかね老化現象でね体のあちこちが痛くて張り切ってないんですけど、張り切っていきたいと思います。張り切らなきゃダメ。じゃあそういうわけで、まあ1曲目というかね、今日のオープニングは、3週間ぐらい前にもかけたよね、シスタークイーンのねサタディエブリーマンナクイーン、どういう意味かって、土曜の夜は男はみんな女。そういうわけでこの番組は、地上波 79.7 メガヘルツ FM 沖縄と、そしてユーストリーム、インターネットのではユーストリーム、それからツイキャスの方でもお届けしております。音声だけだと、サイマルラジオの方でもお楽しみいただけますけれども、ユーストリームツイキャスですと、画面の方でもお楽しみいただけ、動画の方でもねお楽しみいただけますので、どうぞご覧ください。そしてね、なおかつツイキャスの方でね、メッセージいただけるとリアルタイムで読めますので、皆さんツイキャスの方からどんどんメッセージいただけると幸いです。そういうわけで私アニマニキこと金沢智也、また今日も、8時にもう年取ってるとダメだわ、8時26分までお届けします。はい、そういうわけでツイキャスご覧の皆さん、できればツイキャスの方でねメッセージどんどんいただければね、リアルタイムでどんどん出ますのでよろしくお願いします。今日はねゲストね、なんかね、ムキムキのあのガタイのいい お兄ちゃんが映ってると思いますけれども、これ目の錯覚です。ここにいるのは、すごい綺麗なお化粧をして、目の上にあのなんかまつげがつけまがバッチリついてる、綺麗なお姉さんがここにいると、想像してみてください。よろしくお願いします。今喋ってる音声はユーストリーム、ツイキャスだけで、放送の方には流れてません。そういうわけでね、ツイキャスの方でどんどんメッセージいただければありがたいと思います。はい、そういうわけで ね南米の3人組でシスタークイーンという、まあ、グループなんですけれどもね、筋肉ムキムキの、まあ、ドラッグクイーン、実際本当のねドラッグクイーンというのはね、ドラッグクイーンというとねすぐね男性が女装しているのをね想像している方多いと思うんですけれども、実際のドラッグクイーンというのは引きずり女王という意味でね、引きずるぐらいのすごい大きなドレスを着て、パレードを、まあのし歩くので、クイーンのことなので、もう本来は女性だったんですよ、ドラッグクイーンというのは。まあそれがね、要するにそのドレスだけでね重さが100キロとか200キロになってね、首を痛めたりとか背中を痛めたりとかね、ひどいのになるとね、噂ではね足骨折したっていうのが、足じゃない首骨折したっていうのまであってね、でそれで男性がやるようになったのがドラッグクイーンのね、始まりなのでね、まず皆さんそういうの覚えていただけるとね、ドラッグクイーンっていうのは女性でも男性でもドラッグクイーンになれるんだとかね、そういうふうに、ね、思っていただけるとすごく幸いだと思います。現在もね、南米ではなくてアメリカの方でねドラッグクイーン のすごく有名なバーがあるんですけれども、そこのね、すごいメイン張ってるダンサーの中に女性がね一人混じってるんですよ。でもね、その女性が一番体重が重くてガタイが良くて、どう見ても、デラックスお母さんにしか見えないというね、まあそういうのもありますけれどもね、まあそういうわけで、今日もね、8時26分までお届けします。そういうわけでね、今日はね、スケッキオゲスト、いやスケッキオじゃない、素敵なゲスト、不敵なゲスト、なんでしょう、もうマイク入ってるよ、素敵でなんかな、すいません、ツイキャスユーストリームで動画で見てる方は、ここに映っているガタイのいいお兄さんを、払拭してください、忘れてください。今日お越しいただいているのは、はい、沖縄でもね、はい、若手の美人ドラッグクイーンだよね。はい、ね、若手の美人ドラッグクイーンで有名なロビンソワさんをお呼びしてます。どうもこんばんは。こんばんは。沖縄で女装パフォーマンスをしているロビンソワと申します。女装って言うなよ女装って言ったらなんかこれ最近さ
除草っていう響き悪いよね。そうなんですかね。うん、あのほらメロン6000個に除草剤撒かれた事件とか見なかったツイキャスで、あツイッターで。あ、除草の字が違うか。あれは覗く草か。ね。もう殺されちゃう。ね。それからなんかあのね元都知事がね、なんか除草はピーってるみたいなね。そうですね。ちょ待ってよそれ。おかしいからそれ。さっきもスマホ見てたらもう急にニュースが飛び込んできて。うんうん、何言ってらっしゃるこの方と思ってみたいな、うん、あの人あれでね歌舞伎のねあのあれだからねパトロンの人、有力なパトロンの一人だからね。うーんいや歌舞伎って歌舞伎って半分以上女装してるよね。男しかいないもんね。うん、うん、本当に。むしろスーパー歌舞伎とかになったら男性が女装してて女性が男装して、ね、うんうんうん、日本の歌舞伎役者が狂撃の格好して、狂撃の俳優が歌舞伎の格好したまでしてね、出てくるぐらいだからね。そうですね。まあ、文化も、うんうん、文化とか性別乗り越えますから。そういうわけでね、今日はロビンソワ君に、くんじゃねえよ。ちゃんつけてお願い。ちゃんなの？ちゃんよ。やだ、そんな聞いてないわよ。そうでしょ？うん、本当に。じゃあ、ロビンソワちゃん？はい。だってロビンソワちゃんって、かわいいでしょ？年齢公開してる？公開してない。してない。だいたいアバウトどのぐらいかな。でもとりあえず、うん、あの日本の年齢で20代っていうことで。あ20代。はい。容姿の仮の姿が20代。これが我々世紀末のロビンソン。違う。キャうんね、ロビンソンさんね、あの一応あの、ね、容姿の仮の年齢が20代でございましてね。年齢不詳で。私はもうあれですから、あのアニマ兄貴54歳売りですからね。本当はね、まだ53なんだけど、今年54だから、もう最初から54歳ってことにしといた方が。もう、うん、いいんだ。逆さば読んでていいじゃん。54の割にちょっと若く見えますねとかさ、本当53だよみたいなね。変わんねえよ。数ヶ月。そう、数ヶ月。そういうわけで、あのロビンソワさんは普段は、はい、パフォーマーとしてはどんなパフォーマンスをしてらっしゃるんですか？そうですね。まあ、もともとは、あの。どんなところで？例えば、最近だとどこでどんなパフォーマンスやったのか。最近はですね、うるま市の、あの、石川で、うん、灯油じゃなくて違う、あのダーツバーがありまして、はいはい、そこであのウルマニフェストっていうイベントに出させていただきまして、あのとですね、はいはい、7名8名ぐらいであの女装パフォーマンスグループを組んでるんですけども、ぐらいでっていうのはなんかぐらいでってそこ忘れちゃったわけ。そう、あの必ずしも毎回みんな出れるってわけじゃないので、うん、そのイベントごとに、まあ、出れるメンバーが人数が変わるっていう。そのグループメンバーのグループの名前は JPG レインボーキャマーと申します。そのカマーってのはカマってこと？まあそうなんですけれども。あ、そうなの？まあ可愛らしく言うてキャマーって言ってます。そうなの？そう。嘘、俺冗談で言ったつもりで、なんか意味あんのかなと思ってたんだけど。意味そのまま。いやだ、もうレインボーカーマーとか言って、7人揃ってるとかレインボーとか、もう人数関係なく、もういろんな、いやだ、もういろんな化け物がいるの。化け物なの？ちょっと待って、私の好きなあのラン&ラムちゃん化け物とか言わないで。そうね、でもあ向こうはある意味、まあ、綺麗な方面で化け物よね。うん、男なのにすごい可愛いっていう化け物よね。いや、それちょっと待って、男なのにとか言っていいの？そこ断定して言っていいの？リーダーが、まあ戸籍上戸籍上ね。戸籍上の話だよね。そうそうそう、うん、すっげえ今日の会話さ、不女子聞いてたら悶絶してるよこれ。ラン&ラムちゃんとかさ、あれね、あれしかもさ、シチュエーションがすごいよね。双子でしょ。あ、そうそう。しかも双子の兄弟で姉妹なのは反則よね、あれね。それで生まれつき、しかも手術とか何にもなしであんだけ女の子なわけでしょ。そう、全然工事してないの。工事とか言わない、そんな。何その中本工事みたいな、そんな。もう体操のお兄さん股間もっこりみたいなのが好きなのロビンソワだけだから、私とか全然違う。ちょっと待って、時間まだ8時10分。まだ酔いの口よ。まだね、
早く吐き出したい。何それ、そのピッて吸ってからピッて吐くようなそういう言い方やめてくれない、ちょっとダメ、そんな悶絶してるわよこれ、ちょっと地上波でも流れてるんだから、ちょっと放送禁止がダメよ。そう ねちょっと意識しなきゃ、うん、でロフィンサーさんはなんで今日ここに来たの。あ、もういいんですかね、あの何本題を。なんだよスケさん何やめてやめてうん、それツイッターの名前これフォロワー一人も増えないかな、ダメかな、もう、うん、皆さんよろしく、ね、うん、来月、9月23日土曜日に、はいはい、沖縄で開催されます LGBT の祭典、はい、ピンクドット沖縄2017が、ま、開催されるということで、はい、今回私ロビンソワが何つまらないそこで言葉が最近ちょっと私も老化が進んでるのかしらそんな年齢とりあえず先月節目を超えたのやだ言わないそれ、そうそう、うん、そう、このピンクドット沖縄で、うん、大使任命されまして、おかげさまで、はいはいはい、それで今回アニマンさんにお招きいただきました、はいはい、ありがとうございます。ちょっとかしこまっちゃう。いやいや、俺はほら共同代表だけど、私はピンクドット沖縄のね、共同代表ですけど、ルビンソワさんは、はい、ね、その中の花である、はい、あるはずの、ピンクドット沖縄大使でございます。はい、ピンクドット大使、沖縄大使は、ね、他にね、宮城兄弟とか、違う、宮城姉妹だから、宮城姉妹とかね、山崎徹さんとかね。わお。ねえ、もう結構そうそうたるメンバーでね。うん、そうですね、すごいですね。まあ、そういう、まあ、中に、ロビンソワさんもいるわけですけれども、はい、ロビンソワさん、まあ、はい、でそのピンクドットの、まあ、大使なんだけれども、はい、大使だけじゃなくてなんかピンクドット沖縄でもなんかやるんでしょ、もちろん。あ、そうですね、JPG 連邦キャマーとして、ステージに立たせていただきますので、はいはい、今回、メンバーのラム&ランちゃんと、うん、あとマジョリカちゃんと、はい、あとホタルン姫さん、うん、勢ぞろいで出現しますので、ズラ取るとハゲの人はズラ取るとハゲ、うん、ズラ取るとこう丸刈りな人はいた、今回休みなんでしょ、この間打ち合わせに一緒に来てた、いや、その内幕ばなんか内幕何バラしちゃダメなわけ、そうこういいでしょ、いいと思う、うん、ね、現実だから、現実だって みんな隠してないでしょ、隠してない、隠してないどころか、だってツイッターでメイクだけしてウィッグかぶってないでガンガンあの子写真出してるよもう中年の頭だわって感じで、もうねえねえ、まあ、そういうね、いろんな人がいるね、うん、まあ、レインボーカマーなわけで、JPG レインボーカマーなんですけども、キャマーね。キャマーね。カマーでいいじゃん。もう可愛らしく言って。レインボーキャマー。やだ、なんか。CM 行きます。はい。不助詞聞いてたら、絶叫すんな、これ。今日の。ああ。やばいな、これちょっと来週か再来週もちょっと来てよこれちょっと続きやろう、これ続きちょっともうあと10分だ、早い、危ない話したいな、ちょっとあ、もう8時だったら来週も再来週もところ上司に似たやつがいるとか俺もさ、人に言われるまで気がつかなくてあのメンバーって所ジョージいるじゃん、どれだろう自分だよっているじゃん、メガネかけたずらとると所ジョージが誰とは言わないけどガタイでかはい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 、そういうわけで後半の方行かせていただきます。そういうわけでね、そういうわけで、ツイキャスの方でね、見てる方はもうなんか今日はね、あっけに取られてコメント少ねえし
うん、そういうわけで高橋さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。それだけかよ。いつもねお楽しみの又永君、中本浩二のメガネはレンズがなかったような気がしました。レンズがねある時とない時とあるんですよ。知ってました？中本浩二さんのメガネはレンズがある時とない時がありますんでね、ご注意ください。又永君バラしちゃった。何をバラしたのかよく分かんないんだけど、何、境目、節目、節目っていうとなんか嫌だよね。節目の節のところをなんか下を下先でちょる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 舐めながらこう横にツーって一個一直線に移動するみたいな、そういうイメージあって、節ってなんか嫌よね。イメージって結構人それぞれ。何？イメージは結構人それぞれじゃないかしら。な、え、いやいやいや、別に俺なんか おかしい話した今。うん、エロい話だと思う。エロくないよ、節だよ、竹の節だよ。ねえねえ、リクエスト放送事故お願いしますっていうねメッセージいただいてますけど、今のが放送事故です。そうです ね、 ね、ちょっと、うん、ギリギリ、今のギリギリ、あ、でも私の中では全然、うん、足りない。あれアルトアルトリコーダーって吹くもの吸うものみたいなね。いやだ、もうちょっとロビンソンはそういうネタないの？アニマさんばっかりそういうネタ言ってるんだけど、ちょっと一線超えちゃう、ロビンソン喋っちゃうと。かね、うん、あの、あ、改まって、うん、その話のネタをこう考えようとすると出てこないのね、うん、で話しながらどんどんポンポン、うん、そういう非売な出てきちゃうから。非売じゃなくて非売にしといて、非売品の話にしといてね、うん、そうね、私も非売品だから。はい、いや、それ待って、それさ、非売品っていうとさ、売ってるやついんのか、いるよみたいなね、そういう話になるからね、そういうのダメ、ちょっとよくない。いくない、みんな人間な、人間は売り物じゃないしね、うん、メロン畑に除草剤撒くやつなんか人じゃないし、もう人手なしの行為だしね、うん、あんなものね、沖縄のパイナップル畑でやられたって、パイナップル1個も枯れないから、絶対に強くてね、塩水かけて育てるぐらいなんだから最近は、うん、知ってた、それ初めて聞きました。東村でさ、塩パインってさ作ってんのね、海水かけて育ててんの。あ、そうなんですか、うん、そうするとあの塩分が入って、あのさ、甘みが増すの。東村名物、あの塩パイン。あの皆さんも覚えておいてくださいね、放送聞いてる方もね。すごい手間が、塩パイン、塩かけてるわけじゃなくて、俺もさ、あの製品としてパインに塩でも混ぜてんのかと思ったら、地元の塩、沖縄の塩でも混ぜてんのかと思ったら、そうじゃなくて育ててる最中に海水かけてるって知ってさ、びっくりよ。死なないんですね、うん、枯れちゃわない。枯れちゃうとか、なえるとか、それ禁止。なんかもうなんか下の方のさ、草にさ、なんかさ、白いのが混じってきたらもう終わりみたいな感じでさ、悲しいよ。もうもうそういう遠回しの話好き。何？節とか好きなわけ？好き。節とさ、袋があるけど、節と袋とこう筋とどれが一番好きかな？筋と筋は縦だよね。血管もこう横にね。そうね。わあ、想像しちゃう。その下にこうジャガイモがあってね、こう動くたびにグッと、あの当たるのがいいっていう人もいるけど、私ね、理解できない。うん、好きじゃないから。ね。はい。猫とか犬とかいるんだっけ？そうですね、うん。ハーフもいますし。うん、ね、犬じゃねえから、それタチだから。ね。もう思いっきり言ってんじゃないですか。タチウオって怖いよね、でもね、タチウオってね。光、あれでしょ、夜のサンゴ礁とかでさ、こう岩場とかでさ、こう、あれでしょ、光出してるとさ、それに向かって突っ込んでいくんでしょ。勢いよく。勢いよく目とかさ、うん、穴と見るとガンって突っ込んでいくんでしょ。ピンポイントで。怖いよね、あれね。すごいですよね。だから、ホタルみたいに、あの、人のホタルじゃないよ。あの、ホタルみたいに、お尻に、あれだよね、懐中電灯とかつけてさ、歩いたらどうなっちゃうのかね。もう大変。もうそこら中大変なことになる。うん、今日はもうちょっと話がね、最低だよね、俺ね。ぶっ飛び。ちょっとロビンソンがだって乗ってくんないんだもん。普段こんなことしてるとか、あんな発展場行ってるとか、こんな発展場行ってるとか、そういう話ないの？それダメだよ、それ。ボーダーラインが分かんない。なんとか高台とか言ったら、せっかくの名作の映画が台無しになるからダメ。もう何の話だろうって感じですね。うん、なんとかリッジ。
ねえ、ちょっとね、掲示板でね、なんか陽ドレに午前1時に来れるやつ募集とかよく見る。ちょっと待ってな、よく見る。なんで俺がそんなの知ってんの。俺そっちの人じゃないから住み分け、住み分けがあるのね。差別じゃないよ、これ住み分けね、住み分け。でもよくご存知で、よくご存知で。やたらに知ってるよね、この人ね。年取ってっからやたらに知ってんのよ。もう伊達に来てないって感じですよね。で、そうそうそう、パフォーマンスの、はい、あの具体的内容をちょっと聞きたかったの。あ、そうそう、だってストリップやるわけじゃないでしょ。違うんですよ。あのそれとも 鼻にピーナッツ詰めてピーナッツ飛ばすとか。あ、やりたい。それやだ。パクリやん、それ。それどっかのお笑い芸人のパクリやん。それダメだ。お笑い芸人の鼻に、じゃあ鼻にジマミ、同じジマミピーナッツだから。殻付きで。殻付きはいいかもね。殻付きならだって使った後も食べれるもんね。そう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 。エコエコ。うん、でそれで何？今日一曲も曲かけてないで終わるわ。もともとはね、うん、浜崎あゆみが好きで。はいはい、アユが好きで、そのアユをあの表現し 歌で表現したくて女装を始めたんですね、うん、でそれからこうスポットライトを浴びる時のその快感に目覚めてしまって、うんうん、でそれからこうアユを真面目にやっちゃ楽しくないんだってある日気づきまして、うん、でそれからこうなんか洋楽でもあの空耳でなんか面白いこと言ってるなっていうのを聞いたりして、はい、うん、ちょっとなんかキッコーマンの醤油を出したりとか、洋楽に曲に合わせてとか、ミックスジュースを作ってみたりとか、えステージ上ってそれは具体的に言うとなんか聞いちゃいけないものを聞いてしまったような気がするんだけど、まああのやる口の中でとかじゃないよね。うん、あのおしゃれにちゃんとシャンパングラス用意して、うん、混ぜて、うん、はい、あの醤油とタバスコで作るミックスジュース。醤油、そうです、醤油も使う。醤油一気飲みに見えるけど実はコーラとかいうオチはないの。ブそれでやってる人いるよ、それ。あのブラックです。え、ダメなの。あのコーヒー、うん、コーヒー、あコーヒーなんだあれ。コーラじゃないんだ。だってコーラだと、うん、あの酸を抜くのにすごい時間かかるから、うん、バレちゃう。怖っ。ちょっと内幕ばらしていいのそんな。ダメそれ。で結局その実際のステージでは要するに浜崎あゆみの曲を曲に合わせてパフォーマンスするってことなのかな。そうです、歌ったりあのエアで踊ったりとか、うん、口パクやったりとか、うん、まあ、そういう感じで、まあ、そこにあれが入るわけだよね、芸がね。そうです、ね、カタカナじゃない今、漢字漢字一文字の芸だから。草冠ね、うん、草冠の芸ね、今ね。草冠に U の方の芸だからね。そうですね、うん、ね。なんか今深くか、ね、あのカタカナ二文字で考えた人はごめんなさい、すいませんね。そういうあの番組じゃないんで全然、ね、散々言ってきて何言ってんだこいつ。ねえねえ。LGBT の G はゲイなんです、ゲイですからね。そうなんです。 L はなんだっけ、 L サイズ、レズビアン、レズビアンで、 B がバイセクシャル、うん、T がトランスジェンダーです、ね、トランスフォーマー。かっこいい。でもね、あれ言い方間違いじゃないんだよね、トランスフォームしてるわけだから。トランスフォーマーって書いてあるのを見てびっくりしたことがある、海外のやつで、うん、トランスフォーマーかっこセクシャルって書いてあって、あ、そういえばセクシャルなトランスフォーマーだもんね。うん、そうそうだね、そうですね。ねえ、そうそうそう、間違いないもんね。間違いないです。あれ、うん、見てびっくりしてさ、うん、それになんだっけ、あの Q も加わってね、 LGBTQ とかね。そうです、もう、うん、アセクシャル入れて A だとか、インターセックスも入れる場合があるけど、インターセックスの場合はね、病気なんでね、病気というか生まれも先天性のね、うん、ものなんでね、あのちょっとあんまり関係ないと思う、まあ私は考えるし、考えてる方が多いです。そういうわけでね、 LGBTQ といえばね、 LGBTQ フォーラムというのもね、あの沖縄市で8月12日に行われますんで、そうですね、また改めて言いますとね、あの9月、23日ね、土曜日ね、このロビンソワさん率いる JPG カマ、それからあの、まあ、ちらっとここでね、こっそりちっちゃく言うんですけど、まだあのあれなんで、情報公開前なんで、ちっちゃい声でしか言えないんですけど、はい、マックス、あの安室奈美恵とスーパーモンキーズだったマックス、出演しますんで、素敵、同じステージに上がりますよ、素敵、
ね、そういう感じでございますね。じゃあそういうわけでね、残り時間、1分となりました。ちょっと曲の方かけながらエンディングの方いきたいと思います。はい。またこういうガチな曲かけるの俺。そういうわけでね、今日のねお別れの曲は、ビリッジピープルでマッチョマン。そういうわけでね、ツイキャスの方でもねメッセージいただいております。的永くんからね、塩パインに海水を利用してるの初めて来ました。塩水ね使っててね、海水の方がね、あそこの辺は海水が綺麗なのでガンガン使ってます。残り15秒。そういうわけでまた来週もよろしくお願いします。またね来週か再来週にもねロビンソンさんに来てもらいますんで、はい、どうぞよろしくよろしくお願いします。じゃあまったろー。ケピッタル待って、あー疲れた、疲れたまいっす。あっという間の意外と。はい、というわけでツイキャスユーストリームで見てるお客さんも、どうもありがとうございます。今度俺化粧しとこうかな。俺9月23日メーテルやろうかと思ってんだけど。こんな感じ。見えてないし。見えてない。見えてるかな。あ、見えてる見えてる、大丈夫大丈夫、見えてる。よし、どうもまったろーん。お疲れ様です。エクステが素敵です。知らない。エクステが、エクステが。ツイキャス。あ、そうですね。横の画面でいきましょう。はい。あ、あ、そうですね。今日こっちが、今日ゲストこっちが分からない。そう、向きが変わった。変わった。オッケー。